はい、貴部川駅でございますね。これ近江鉄道のホームになります。まあ、ここからね、乗ります。今日ね全線乗ろうかなと。本線乗って、まあ、妖怪線乗って、まあ、多賀線と、いうことになります。ちょっとどういう順路で行くのかはちょっと、どっちみち前原までねちょっと突っ走っていった方がちょっと効率よく回れるのかなというふうには思います。しかしね、この近江鉄道、信楽高原鉄道で乗り放題1050円ってことで、もうめっちゃバグってますよ、これ。米原から、貴部川から米原行ってもね、1000円するかしないかぐらいなので、片道乗っただけでも、ほぼほぼ、もっと取れるんですけども、で、信楽高原鉄道、今ね、往復して、まあ、それだけでもね、900何本とかなんですけども。そこからねまたね前原方面目指していくんだから、なかなかね美味しい思いを、するのではないのかなというふうに思います。で、今貴部川の駅ですね。で今止まってるのが、元西武鉄道のね、これ410系11系やったかなやと思うんですね。これダイヤモンドカットですね。はい、というのがあります。でね、こちらなんかね、まあ、止まってますけども、これもね出自は多分一緒やと思うんですよね。なんだけども、まあ、この電車は朝のラッシュの時に動いてここで休憩して夕方また動くみたいな、そういう運用についてる、車両やと思われます。はい、で近江鉄道貴部川駅を、まあ、出発いたしましたというところですね。まあ、非常に歴史のある、まあ、鉄道会社なんですけども、経営状態は非常に良くなくて、27年ぐらい、まあ、鉄道部門は、赤字のまんまで黒字の目処がないと、いうところで、今月、今年からね上下分離方式に、変わっております。でこの水口松尾からのね区間、これ結構好きな区間なんですけどね、はい、まあ、15キロの制限がね、間もなくかかりますと。25キロになってたのをね、そこからまた15キロになってるんやねっていうところでね、これでね、まあ、この緑のところでまた制限解除して、まあ、普通に走るんですよねっていうところですね。まあ、結構ね減速しないといけない区間が多かったりするんでね、まあまあ結構、まあ他社って言ってもね JR とねちょっと完全に並走してるわけじゃないんですけど、まあ、ちょっとその競争力っていうのはねちょっと失われてるのかなっていう感じはね、まあ、しますね。でこの区間ってねこの貴部川から妖怪市の区間ってもともと輸送人少ない、区間やったんですね。なので一旦レールバスに置き換えられたこともあります。ただそれやとね朝のラッシュの時とかはちょっと運びきれないというところで電車にまた変わったというところですね。でここはまあ、20キロに、まあ、制限がされているというトンネルですね。トンネルの中までねずっと、まあ、20キロで走ってるっていう。で、まあ、このトンネルのね断面見たらねまあ、かなり古いっていうのは分かると思うんですけどね。でここでまあ、制限が解除されるというところですね。はい、で、まあ、さっきのレールバスの話なんですけども、まあね、導入したはいいんだけども、まあ、早々にねそのコスト削減効果っていうのはないと、まあ、ラッシュの時、まあ、2両で運ばなあかんやんと、いうようなことがあってね。で220系電車かな、まあ、電車に置き換えられるというような事態になりましたと、いうことですね。でねレールバスの場合はね逆にやっぱ軽すぎて踏切が作動しないこともまあまああったそうですね。でこちらは日野駅になります。まあ、かなりね古いね立派な、駅舎があるんですけども、ここもなんかね無人駅みたいですね。こんな立派な駅あんのにって、多分まあ町の自治体がなんか使ってるんじゃないのかなっていう感じはしますけどね。はい、まあ行き違いの電車がね、はい、まあすれ違った、ところでございますね。はい、まあのどかなね、日曜日、なんですけどね、
まあ、結構河川中とか見るとね、まあ、だいぶ古いの使ってるなっていうところですね。でレールもそうですね、あのまっすぐとはちょっと言えないのかなっていう感じはしますけども、こちら八日市駅になりますね。近江鉄道では、一番、大きな、まあ、あのジャンクションの駅ということで八日市線が乗り換えできます。で近江鉄道の本線の電車はですね、まあ、八日市線の、電車に基本的には全て接続すると、いうところですね。まあ、八日市線の方はね、1時間2本、運転されております。まあ、近江八幡でね JR に乗り換えられる方が非常に多いというとこですね。でこれね右手にはこれ新幹線が並走しておりますというところですね。でこの新幹線の高架ができたがために、景観が失われてしまうだろうというところで問題になったところですね。で高宮駅に着きます。高宮駅に、いますと。今からねちょっと高台車、に行きますということで、ま、電車はねもう止まってるんですけど、ま、こんな感じの、昔ながらの駅、めちゃくちゃ広いよねこれ。こんな感じですね。でこれ、はい、近江鉄道の単海号っていうんですかね、あ古風号か、ま、っていうのが止まっているということですね。でこれね、この高宮駅はね、貨物のね、まあ、拠点ということで、駅の構内は割と広いんですけども、まあなんか平日だけね、ちょっとあれ、駅員というか、その委託のね、駅係の方が、いるのかな、まあ、というような感じになっております。で、側線がね、まあ、敷かれてて、はい。まあ、何年か前まではね、この西武鉄道からね、まあ、譲渡されてきた、まあ、電車ですね、ここにいたんですよね。ずっと手つかずのまんまで置かれていたというようなこともあったりとか、します。これまあホームの跡がここに昔ホームあったんちゃうかなと思うんですけどね、彦根キャッスルタウンというね、はい、マークがついております、高台車前行きですね。あと10分ぐらいあるんですけどね、もうちょっと暑いんで中入って、待とうかなと思います。で今高田線をね走ってるんですけども、まあ、途中にねスクリーン前という駅があります。これ京都のねスクリーンというね大手のメーカーさんがあるんですけども、スクリーンの工場がここにできた時に、まあ、西岸駅として、まあ、できたということでね、まあ、スクリーン車がね、まあ、大半をね、まあ、負担して、まあ、できたという駅で、まあ、似たような形でいうとね米原の隣の、フジテック前、まあ、フジテックもね大阪茨城のね有名なエレベーターメーカーなんですけども、米原に工場をね、まあ、移したということで、まあ、できた駅ということでね、結構ね企業の西岸駅ってあと京セラ前もあるんですけどねっていうところにはなるんですけども、まあでもどうなんですかね、まあ、スクリーン前とかやったらね工場の真ん前やから、まあ、便利っちゃ便利なんですけどね。ということで多賀大社の前に来ます。多賀大社もねこれね昔結構引き込み線じゃないけど留置線がねたくさんあって、まあ、使ってはいないんですよね。けどまあ貨物輸送とかやってた時の名残なのかなとは思います。まあ結構この絵面は結構好きなんですけどね。でもね河川中はね新しかったりはするんですよね。でもなんか夜間留置って彦根だけで足りてるんちゃうのっていう感じなんでね、ちょっとなんか謎に広い駅なのかなというイメージはしますが、まあ、高台車駅に今到着ということです。はい、今高台車前ですね。大きな鳥居があって、でちょっと神社宮の、駅舎があるというところでね、まあ、これ地元のね、コミュニティセンターも兼ねた駅、ということですね。でこれ乗ってね、まあ、また米原方面に行こうかなと。多賀線なんですけどね、結構八日市方面とのね接続がねやっぱ良くないですね。でもまあ途中スクリーン駅、まあ大企業のね工場がねの目の前に駅があるんですけど、ということで結構彦根方面前原方面とはなんか接続がね、まあ、結構スムーズにはなるようにはなってるみたいです。
彦根駅ですね。もうちょっとね、乗ろうかなと思って、まだ妖怪線今日乗ってないんでねって思ったんですけど、ちょっと疲れてきたんでね、信楽高原鉄道往復してちょこっと近江鉄道乗っただけでも全然元取れるんでっていう、多分2000円以上はもう利用してるかなっていう計算になるんでね、全然得はしてるんで、まだ次ちょっとまた乗ろうかなという、そんな感じで、考えてますということでね、この動画と締めさせていただきます。いつもありがとうございます。